リキュールの一種、アブサンリキュールとは、蒸留酒に果実やハーブなどの副材料を加えて、香味を移し、砂糖やシロップ、着色料などを添加して調整した混成酒である。元で飲むこともあるが、多くはソーダーリアリやカクテルの材料、菓子の風味付けなどに使う。現所のリキュールが誕生したのは紀元前の古代、ギリシャである。医師ヒポクラテスが、 ワインに薬草を溶かし込んだ薬酒を作ったのがその起源とされている。これは当時人々が酸味が強く飲みづらかったワインに蜂蜜などを混ぜて飲んでいたことにヒントを得て作られたと言われている。ただし現在のリキュールは蒸留酒をベースとしたものが一般的であり、ワインをベースとしたものはリキュールとは呼ばないので、この薬酒をリキュールの起源とすることはできない。 現在のリキュールの原型、すなわち蒸留酒をベースとしたリキュールの原型が作られ、始めたのは11世紀から13世紀にかけてである。11世紀に当時の錬金術師たちによって生命の水と呼ばれる蒸留酒が作られた。アクアビテには薬師としての効能があると伝えられ、重宝されたことから薬師、錬金術の薬液、エリクサーとしてのリキュールの開発が始まった。 13世紀にローマ教皇の医師だったスペイン人アルナルドゥスでピラノバトラモンリュイはスピリッツに薬草の成分を溶かし込めばさらに薬種としての効能が高まると考えレモンやバラ、オレンジフラワーなどの成分をスピリッツに抽出したリキュールを作ったりしたこの薬種はラテン語で溶け込ませる液体という意味を持つリケハキレと命名されたこのように 初期のリキュールには薬師としての性格が強かったので、以後これらのリキュールの製法は修道院に伝えられていった。14世紀に入り、国師病がヨーロッパで猛威を振るった際に、リキュールは病の苦しみを和らげると信じられたことも、修道院がリキュールを扱うようになった背景である。彼らは付近から薬草や香草を収集、独自リキュールの調整に励んだ。これは、 現代においてもヨーロッパで薬草を副材料としたリキュールの開発が盛んである背景となっている。現在のようにリキュールが試行品として扱われるようになったのは15世紀になってからのことである。北イタリアの医師ミケーネ・サボナローラがロソーリオというリキュールを開発した。ミケーネは患者に薬としてスピリッツやリキュールを勧めていたが嫌がり飲まない患者がいた。 そこで、ミケーネはスピリッツに、バラの香りをつけて、患者や人々に振る舞った。そうして作られたローソーリオは、次第に、イタリア全土に広まっていった。イタリア全土に広まったリキュールは、16世紀、フィレンツェの名家メディチ家の娘カトリーヌ・ド・メディチが、アンリ2世に嫁入りし、その際に同行したシェフが、ポプロという酒を紹介し、フランス宮廷内で人気を博した。これは、 ルイ14世の17世紀にかけて液体の宝石と呼ばれるほどに色合いの美しいリキュールが開発されていくきっかけの一つともなった。また、時を同じくして大航海時代となると従来の薬草を中心とした副材料に加え新大陸あるいはアジアから持ち込まれた香辛料がリキュールの開発をさらに加速させていく。甘み、風味を増したリキュールは多様化し、 誕生していった。最古のリキュールメーカーであるボルス社はこの時代の1575年にオランダで誕生した。近代になると技術の革新や食生活の浮遊化、あるいは医療技術の進歩によってリキュールは薬としての役割を失っていった。そして風味や色を重視したものが作られるようになった。19世紀後半連続式蒸留器の開発。 普及によって高濃度のアルコールが生成できるようになるとそれをベースとしたリキュールが次々と開発されていった。こうした技術の革新や向上は現在においても行われておりこれまで困難とされてきたクリームなどの動物性原料を使用したものなど新しいタイプのリキュールが開発されている。日本にリキュールが伝わった時期については諸説ある。文献に残っている。 リキュールにまつわる出来事としては、1852年の黒船来航の際に、マシュー・ペリーが奉行たちにリキュールを振る舞ったことがある。また、1871年には、役首相の滝口倉吉が、日本オリジナルのリキュールを作った。翌年には、横浜のコードリエ商会が、リキュールの輸入を始め、これによって輸入物リキュールも広まっていくことになった。 日本産リキュールの代表格としては、緑がある。現在では緑をはじめ、グリーンティーリキュールや桜リキュールなど、日本独自のリキュールが多く開発されている。小規模生産のクラフトリキュールも各地で製造されるようになっている。リキュールという言葉の語源としては、アルノード・ビルヌーブとラモンルールが作成した、リケファケルが変化したものとする説と、ラテン語で、 液体を意味するリクオルが古代フランス語のリキュールとなり、現在の綴りとなったとする説とがある。また、ドイツやイタリアなど、各国の言語においても、発音の揺れはあるものの、リケハケレ、リクオルを語源とし、これが生まったものであると考えられている。リキュールの定義は、各国あるいは地域によって異なる。いかにその違いを象述する。主税法で、 リキュールとして定義されている。その定義は、種類と等類その他の物品を原料とした種類で、エキス分が2%以上のものというもので、一般的なリキュールだけでなく、近年日本の核メーカーが開発したチューハイやサワー、さらには発泡酒に別の蒸留酒を加えた、いわゆる第三のビールの一部なども含まれる。その定義が非常に広範であることから、 2000年代初頭の日本で発売されているリキュールには EU 諸国の基準を満たすものが7種だけしかないとする文献もある。なお、種税法の分類では、たとえ日本酒の製法で作られていたとしてもアルコール分が22%以上の製酒はリキュールとなる。EU 諸国では糖分が1リットルあたり1 0 0ム以上含まれているアルコール飲料をリキュールと定義しており、 糖分が1リットルあたり 250g 以上含まれるものをクレームドと呼んでもよいということになっている。さらに、フランスでは定義が細かく規定されていて、副材料をアルコール中に煎じ、浸透させ、もしくはその液体を蒸留させたもの、またはそれぞれを調合した液体であって、砂糖などで甘みが加えられ、アルコール分15%以上のものをリキュールとしている。 アメリカ合衆国では、アルコールブランデージンや、その他スピリッツを用い、副材料を加えて製造され、砂糖を2.5%以上含むものをリキュールとして定義している。また、アメリカ合衆国内で製造されたものを、こうである合成したフレーバーを用いたものをアーティフィシャルとそれぞれ表記することが求められている。リキュールの製造工程アブさんの蒸留所リキュールには、 様々な製法があり、一般には、香味原料からの成分の抽出、配合、熟成、仕上げの各段階を経て作られる。まず、ベースに、どのような蒸留酒を使用するかを決定する。この時、蒸留を繰り返して、エタノールを極めて高い濃度にまで濃縮して作られた、中性スピリッツやオッカのような癖の少ない、つまり、エタノールと水の混合物に近い蒸留酒を、 選択することが多い。もちろん、あえて癖のある蒸留酒を選択し、その癖を生かすという方法を取る場合もあるし、中には2種類以上の蒸留酒を混ぜたものをベースとすることもある。その次に、ベースの蒸留酒、または水に、香味原料からの成分の抽出を行う。この時、次の4方式が用いられる。蒸留法、紳士法、エッセンス法、 パーコレーション法のいずれか、またはこれらを組み合わせる。これらの方法で出来上がった原種をブレンドしたり、そこに、さらに香味液を加えたりすることもある。その後、任意の期間熟成してから出荷される。リキュールは、香草、薬草系、果実系、ナッツ、種子系、その他の4種類に分類される。リキュールの元祖となるのは、薬でもあった、香草、 薬草系のリキュールである。近年では、食品の加工技術の向上に伴い、従来の枠にはハマらない特殊なタイプのリキュールも多く、出現している。香草、薬草、スパイスの類を主原料とするリキュール。中世ヨーロッパに薬としての薬目を担っていた、修道院系のリキュールの大部分はここに属する。シャルトリューズのようにレシピが非公開であるもの。 100以上の原材料を配合しているものもある。果実や種子を主原料としたリキュールでも、アクセントや隠し味として、少量の構想類が使われている場合がほとんどである。どのようなリキュールが分類されるかについては、構想、薬草系リキュールのカテゴリーを参照されたい。果実の果肉、果皮果汁を主原料とするリキュール。製造の歴史は浅いが、近代では、 製造量や種類は最も多い。薬よりは嗜好品としての要素が強いリキュールであり、カクテルや生花に利用される。また風味が穏やかで、親しみやすく、ストレートあるいはソーダありなどの手軽な方法での引用に向く種類でもある。果実の種子や豆類を用いたリキュール、コーヒー豆のように焙煎された材料が使われるものもある。重厚な風味と甘みを備えたものが多く、 成果や食後種に向く、技術の発達に伴い製造されるようになった比較的新しいリキュール、卵やクリームヨーグルトといったタンパク質や脂肪分を多く含む材料を使ったものが代表的である。ありがとうございます。